皆さんいかがお過ごしでしょうか。近江八幡市広報番組テレ8の時間です。ではまず初めの話題です。全国健康福祉祭、通称年リンピックに出場する選手を激励する壮行会が9月25日市役所で開かれました。年リンピックはスポーツや文化芸術の交流大会などを通して、高齢者を中心とする国民の健康維持、増進や生きがい作りなどを目的に昭和63年から毎年開催されているもので、今年は年リンピック羽ばたけ鳥取2024として10月19日から22日までの4日間にわたり、鳥取県内19の市町村で行われます。近江八幡市からは卓球に出場する岡田妙子さん、ソフトボールに出場する中川久志さん、ゴルフに出場する丸井信夫さん、マラソンに出場する中尾雄一さん、橋口紀美子さん、前田純子さん、弓道に出場する野津孝子さん、剣道に出場する藤本博文さん、サイクリングに出場する北島実さん、囲碁に出場する静香明さんの10人が滋賀県代表選手として出場します。壮行会では小西市長が滋賀県の選手団として出場されることに敬意を表します。全国の選手と交流をしていただき、楽しい思い出を作ってくださいと挨拶しました。ありがとうございました。頑張ってください。では次の話題です。近江八幡市社会福祉大会と福祉フェスティバルが9月29日ひまわり館を会場に開催されました。市社会福祉大会は、誰もが安心して暮らせる社会の実現に向けて、地域の支え合いや地域福祉の充実に向けた啓発を図るとともに、社会福祉の推進に貢献した人を顕彰し感謝の意を表するために、近江八幡市と市社会福祉協議会が毎年開催しているものです。この日は第一部として社会福祉大会が、第二部では福祉フェスティバルが開かれました。まず第一部社会福祉大会では、長年にわたり社会福祉に貢献した個人40人と4団体に市長表彰が授与されました。続いて民生委員、保護司、福祉推進員や福祉施設、団体の役員などを務め、その功績が顕著な個人24人と10団体に市社会福祉協議会長表彰が授与されました。また社会福祉活動に対し多くの寄付をした企業など7団体に感謝状が贈られました。最後に、今年度募集した赤い羽共同募金の啓発に活用するオリジナルバッジデザインの表彰式が行われました。2歳から40歳代まで93作品の応募があり、審査の結果、最優秀賞は加藤由美さんの作品に決定しました。近江八幡の水郷巡りをイメージした加藤さんの作品をもとに作成したオリジナルバッジは、今年の募金活動に活用されます。第2部ではホールイベントとして、まずボランティアの活動発表が行われ、主任児童委員会、白鳥川の景観を良くする会、お笑い体操、ミキ&キキがそれぞれ日頃の活動を紹介しました。続いて手話ワンポイント講座が開かれ、参加者は手話通訳員や市内に住む聞こえない人たちから手話を学んでいました。このほか会場にはアイマスク、車椅子体験、物品バザー、バルーンアート、おもちゃ病院やおもちゃ図書館、作業所販売コーナー、ロケットストーブで温めた防災食の試食など、さまざまなコーナーが設けられ、終日来場者でにぎわっていました。
でも本当だ。続いて市の取り組みや各課からの情報をお届けします。情報発信基地8万。今回は市民課からマイナンバーカードを利用した各種証明書等のコンビニ交付サービスについて、そして近江八幡観光物産協会から八幡堀祭り2024についてです。皆さんこんにちは、市民課の本塚です。今回はマイナンバーカードを利用してコンビニで各種証明書が取得できるコンビニ交付サービスについてお知らせします。このサービスは市役所の窓口で申請の上、取得いただいている住民票や印鑑登録証明書、税証明書などが全国のコンビニなどに設置されているマルチコピー機からマイナンバーカードを使用して取得できるサービスです。コンビニ交付サービスを利用できる店舗は、証明書発行対応のマルチコピー機が設置されているセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、平和堂、イオンなどです。利用できる店舗情報は各社のホームページにてご確認ください。利用できる時間帯は土日祝日を含む午前6時30分から午後11時までで、店舗の営業時間内に限ります。発行手数料は市役所窓口の手数料に比べて100円お安く取得できます。またメンテナンス等でサービスを利用できない場合がございます。あらかじめ近江八幡市の公式ホームページをご確認ください。利用できる人はマイナンバーカードをお持ちのご本人か15歳未満のお子様の法定代理人です。住民基本台帳カードやマイナンバーが記載された紙製の通知カードはお使いいただけません。コンビニ交付で取得できる証明書と発行手数料はご覧の通りです。それぞれの証明書についてご覧の条件に当てはまらない方は取得できませんのでご注意ください。コンビニ交付サービスをご利用の際は、マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書の数字4桁の暗証番号が必要です。なお、マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書が付いていない方や暗証番号がわからない方、暗証番号にロックがかかってしまった方は、近江八幡市役所の市民課、マイナンバー特設窓口や安土町総合支所の安土未来づくり課で暗証番号を新しく再設定することができます。ご自分のマイナンバーカードを持ってお越しください。次にコンビニ交付サービスの操作手順を簡単にご説明します。まずはじめに、店舗に設置されているマルチコピー機のタッチパネルに表示されている行政サービスボタンを選択するとサービス利用開始となります。次に証明書交付サービスを選択してください。選択するとご利用上の同意事項が表示されますので、内容をご確認いただき同意するを選択してください。そしてマイナンバーカードをご準備いただき、画面に表示されたコピー機の指定の位置にマイナンバーカードを設置してください。設置後、必要な証明書の選択画面でお住まいの市区町村の証明書を選択し、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の4桁の数字の暗証番号を入力してください。入力後、マイナンバーカードをコピー機から取り外して、必要な証明書の種類、必要部数、証明書に記載する表示内容を選択し、手数料を入れてください。証明書が発行されます。以上、コンビニ交付サービスについて市民課からお知らせしました。皆さんこんにちは、近江八幡観光物産協会の白石です。今回は八幡堀祭り2024についてお知らせいたします。今年の八幡堀祭りは10月12日土曜日から26日土曜日まで2週間楽しめます。期間中は八幡堀竹やぐらを午後5時から9時まで点灯します。また期間中楽しめる重ね押しスタンプラリーでは、ゴール地点の白雲館で抽選、近江八幡の特産品などが当たります。その他、新企画として
あきんど道商店街のシンボルツリーと坊立建築の旧八幡郵便局にキラキラと揺らめく光の演出や重要文化的景観近江八幡の水郷のヨシと近江牛レザーで作ったオリジナルアンドンを商店街の数カ所に展示します。10月19日土曜日は旧市街八幡堀一帯をおよそ4000個の明かりで演出します。博運館では小学生がワークショップで制作した竹明かりも展示されます。当日はマルシェや近隣店舗の夜間営業、特別企画などいろいろな明かりで幻想的な八幡堀や街並みを演出します。このほかテフテフ幸せ道商店街の中にある新町会所では午後3時から5時まで灯籠作りが開催され、八幡堀祭りの新町浜で展示します。対象は5歳から小学6年生で先着25名です。参加費は500円。テフテフ商店街の夜市で使えるチケット付きです。参加のお申し込みお問い合わせはテフテフ幸せ道商店街、電話0748332914までお願いします。子どもが主役の子どもマルシェは午後2時から5時まで博運館におよそ10店舗が出店します。また氷室八幡宮楼門前の広場ではマルシェを午後5時から8時30分まで開催しています。大人が楽しめる企画として滋賀市31酒蔵大集合もご用意しております。最終日の10月26日土曜日には時代劇の町近江八幡を実施します。時代劇風の衣装をまとった参加者が観光客をもてなします。現在おもてなしスタッフを募集しています。時代劇風衣装で風情ある街並みを彩りませんか？お一人でも友人やご家族と思い出作りにぜひご参加ください。おもてなしスタッフにならなくても和装で来場すると対象店舗で特典があります。午前11時に博運館前で出陣式をします。お気軽にお集まりください。レトロモダンな着物レンタルで散策を楽しんだり、ナイトマルシェに立ち寄ったり、この2週間は近江八幡を満喫できるイベントが盛りだくさんです。会場までのアクセス、近江八幡駅北口から近江鉄道バス6番乗り場で約10分、徒歩の場合は約30分です。お車でお越しの方は市役所前臨時駐車場から市営小畑観光駐車場を約15分間隔で、時間は午後4時から9時までシャトルバスを運行します。交通渋滞緩和のためパーク&バスライドをご利用ください。ぜひご友人やご家族、仲間とお誘い合わせの上、皆様のご来場をお待ちしております。以上、情報発信基地八幡でした。さて、10月も半ばになり、市内の風景にも秋の深まりを感じます。秋の一日、ふるさと近江八幡の散策に出かけられてはいかがでしょうか。では今回はこのあたりで失礼します。八幡は